スターアップルは中央アメリカや西インド諸島など熱帯の低地を原産とする赤鉄化の樹木である。急速に成長し20メートルの高さに達する。和名は水晶薪。別名海ット、星リンゴ、ミルクアップルなど。果樹として世界中の熱帯で広く栽培されている。半分に切ったヨ子ス用は常緑で。 長さ5から15センチメートルの前円、楕円形の単葉である。幼女は五性。遠くから見ると、葉裏が黄金色に輝いて見える。花は小さく紫がかった白色で甘い香りがする。スターアップルは自家受粉が可能である。果実は濃い紫色のものと緑がかった茶色のものと2種類あり、紫色のものの方が赤皮が厚く果肉の水分が少ない。 額の周りは通常緑色で蚊肉を荒れると星型の模様が見られる。果皮には蝋が多いため皮は食べられない。扁平な種子は明るい茶色で硬い。約7年目から果実ができるようになる。果実は甘く冷やしてデザートで食べるととても味が良い。葉で作ったハーブティーは糖尿病や関節リウマチの治療用に用いられた。樹皮は 競争剤や覚醒剤になると考えられ、樹皮の煎じ汁は赤止めに用いられた。セントルシア出身のノーベル文学少子人デレク、ウォルコットは1979年に発表した詩集、カイニットの王国の中で、カイニットをカリブの象徴であるとした。ありがとうございます。